どうも、長谷川おずみです、今日はね、スペシャル対談になりますね。紹介しましょう。 IBF スーパーフェザー級チャンピオン小川健司選手です。おっ、おー、いいですね。返してきましたね。憧れのボクサー長谷川さんだ。俺長谷川さんです。はい、あ、もちろんです。うっす、はい、おっ、うっす。小川選手はデビューしたのは何年？僕あのすごいあれなんですけど、はあ、長谷川さんの、はあ、日本武道館の前座でデビューさせてもらいました。どの試合やろ？はい、すいません、4回上がってます。あ、負けたやつ負けたやつを申し訳なさそうに言わんとてくれる。でもあれでデビューさせてもらいました。あ、そうなんですね、はい、じゃあ2010年4月30日か。そうです。そうなんや。なんか俺噂は聞いてて、すごいこう強い選手がおると。それは拳法をしてて、もうこれピカイチャっていうのをいろんなこう提言の選手から聞いてて、まあ、それは小川選手っていうのはその当時は知らなかったんだけど、はいはい、ちっちゃい頃から拳法しとったよね、日本拳法。もう2歳から父親が道場の先生だったので、2歳から、そうなんや、はい、大学卒業前20年間ですね、はい、やりました。20年間、はい、それなんていうの、段とかあるの、日本拳法って？あります。僕は3段ですね。3段なので、もう段は上まで行けば6段、うん、7段とか先生はいるんですけど、はあはあ、僕の父親が6段とか7段持ってた記憶がありますね、はい、あ、そうなんや。俺実は3級持ってんねん。あの茶色、茶色、ね、ちょっと色は分からへんけど、はい、ちょっと見てもらっていい？はい、いや、ほんまにほんまに、けいバカにされた。いやこれ3級やで。いや違う、それ日本拳法じゃないですね。ちょっとごめんなさい、勘違いしましたね、はい、拳法ではないです。まあ で20年間じゃあ拳法してて、はいはい、なんで、ボクシングしようと思ったんですか？日本拳法は無差別級なので、やっぱり僕は50キロちょっとぐらいしかなかったんですけど、まあ、100キロだったり自衛隊の方だったりともう関係なく試合する、トーナメントで、はい、それは実戦なの？防具をつけた総合格闘技のようなものですね。突き、パンチ、蹴り、投げ、関節、マジで？ローキックだけないんですけど、面をつけて、グローブはもうボクシングのような6オンスぐらいのグローブなんですけど、つけて道着着てやるんですけど、もう実戦ですね。重くし当てますし、体重がないのでやっぱり、まあ、ダウンはやっぱり安全面は考慮されているので、うんうん、なかなかダウンはないんですけど、でも実力差があるとやっぱりそういうことも起こりますし。そうだよ。それで今までで一番その重たい体重の人と戦って何キロぐらい差があった？もう30キロ、40キロ、50キロは当たり前です。100キロ近くの方も強い、自衛隊の方もいますし、はい、もう試合あるんや？あります、あります。最高位はどれぐらいまで行ったんですか？僕は社会人の全国で4位まで行きました、ね、やっぱり大きい方に投げられたりして負けましたね。僕は当時50キロ、55キロぐらいなので、やっぱり階級差があるとどうしても大きい選手は強いっていう部分はあるので、はい、それで、階級差もあってボクシングに転向しようと。そうです。やっぱり僕はその拳法の全部あるんですけど、うん、投げも突きも蹴りもあったんですけど、うん、僕はもう本当に9割9分ぐらいパンチしか使わなくて。へー。あ、蹴りもなし？蹴りも使わなかったです。本当に蹴り使わなかったですね。もう後ろ回し蹴りぐらいですね。ピンチになったらそれを使うみたいなぐらいで、本当にもうパンチしか使わなかったんですけど、こう投げ落としてもここに隙があったら打たれたら1本ってなりますし。 あ、そうかそうか、はい、なんで僕はもう小さいなりにそこを狙うっていう感じで、こう自分が入っていったら相手は組もうとしてたりするので、はい、ここをどう抜いたり、まあ、パンチだったらパンチの道具だったのでカウンター決めたりっていうような感じで戦ってましたね。それでパンチで負けたことは本当になかったので、蹴られたり投げられたりすることはあったんですけど、パンチをもらってなかったので、それでやっぱりちょっとパンチの
プロフェッショナルというか、うん、に挑戦したいなっていうのもあって。大学じゃあ卒業してからもうプロというかボクシングの道に行って。はい、そうです。大学卒業の2月と同時にあのプロテスト体験で受けさせてもらって、で2ヶ月後デビュー戦を向くみたいな。あ、そうか、それが2010年。はい、でまあそこから順当に勝っていって、でまあ世界チャンピオンになりました、はい、でまあいろいろちょっとドーピング問題で一回剥奪になったのかな。まあその問題なんですけど、どんな心境だったんですか、それが発覚した時。いやもうなんか最初は意味が分からなかったですね。ドーピングってことに対しての、うん、そのもうテレビの世界というか新聞の世界というか、うん、もう自分に起こることの世界観の中に外れてたので、うん、最初電話をもらった時に、うん、もう真っ白ですね。何が起こったのかよく分かんなくて、もうお正月明けのすぐだったんですけど、1月、12月試合で約1ヶ月後の10なので1月のもう三が日明けてすぐぐらいに電話朝もらって、もうその時はもう意味分からなくて 嫁も泣いてて。ああそうだね。だけどまあその時は なんとかなるだろうみたいな、ちょっとだってしてない、はい、ハゲで何かの間違いだろうということで、もうとりあえずはまあジムに行って状況を把握というか会長にと喋ってですけど、もう僕もその場で泣いてしまいましたし、でもまあ泣いたところでね、あの何か変わるわけでもなく、もう見守るしかないというか待つしかなかったんですけど、そう出た薬もテストステロンじゃないもっと最新の薬とかだったらちょっと納得できたんですけど、テストステロンってもう昭和以降からもうあるようなあの筋肉増強剤だったので、体重もオーバーしてなかったですし、体重むしろきついので筋肉なんていらないなぐらいの勢いなんですけど、そうだからもう悔しいし納得いかないし、うん、わけわからないしっていうのがでもう記憶はほぼ飛ばされてるような感覚でしたね、はい。まあ、それが実際、まあ、認められなくて、はいはい、まあ、剥奪ということになったけど、そこから一回心折れたと思うんですよ正直、はいはい、でもう一回こう復帰するにあたって、なんかこう自分の中で、まあ、その復帰する理由、それは家族のためなのか自分のためなのかいろいろあると思うんですけど、なんかいやもう家族しかないですね。もう僕はもう完全に辞めるって決めていて、ああその問題が出てもう出てあのもうダメっていうふうに大体分かってたので、もう妻には辞めるよっていうことを伝えて、うん、こんなもう正直言うとバカらしくて、命もかけて家族も守るものもあって、なのに全てもうそこにだけ向かって命かけてやってきたのに、それを否定されたっていう気分になってしまって、もう絶対ボクシングなんてという言い方しましたね。ボクシングなんてやってこなければよかった、ボクシングなんてやらなければよかったとも思ってたので、けどやっぱり2週間3週間1ヶ月近くずっと僕に手紙だったり、子供を使ってパパまだいつボクシングやるのとか、うん、赤いベルトじゃなくても黒いベルトの方がいいよとか、なんか子供を使いながら妻がこう直接は言わずに言われたんで、僕もなんか情けなくじゃないですけど何やってんだろうぐらい思って、やっぱりもうサスペンドをもらった時にやっぱジムからも半年間はどこにも出るなっていうふうに言われたし、働いてもいけないし、でもう無収入状態で何もできない状態だから、もう自分自身が嫌になってて情けなくて、でも何回も知り合いの方に土建だったり働かせてくださいとか、もう僕社員でやりますっていうのも伝えたんですけど、やっぱりそこでも妻が後ろからこう根回しじゃないですけど、うん、絶対に認めないでくださいみたいな感じだったりとか、まあ、やってたみたいで、で妻も今じゃないでしょみたいな、もう世界戦できるかもしれないって地位にいるのに、今更そんなこと働くことじゃないでしょ、一回取ってるわけなので絶対あなたはチャンピオンになれるかってことはずっと言われてたので、もうそこで本当に何やってんだろうというか、もうやろうっていうふうに、だいぶ時間かかりましたけど、まあ、どういうふうに生活をやる気よりしてくれてたか分かんないですけど、まあ、借金もしたりもいろいろあったと思うんですけど、でも僕に分からないところでちゃんとそういうふうにやりくりしてくれてたので、自分のためによって家族のためにやろうっていうのが一番にまず思いましたね。いやすごいな、奥様はやっぱ、いやでもだから本当に頭上がらないし、もう妻がそういうことしてくれなかったら僕のボクシングもできなかったので、奥様は同い年ですか？同い年、高校の同級生ですね。あ、はい、愛知から一緒に、はい、そうなんや、いいな、素敵やな。俺も嫁はん高校時代からやから、あ、なんか気なんかこう変な意地張らんでいいから楽でいいよね、その昔しっかり一緒にやったら、はい、はいはい、そうです、
本当に 楽というかもういいですね、はい、でまあ、じゃあ次はいよいよ、まあ、この間の試合になるんですけど、マジソンスクエアですか、マジソンスクエアガーデン、はい、で日本人として初めてチャンピオンになったんですよね、はいはい、すごいよねあれ。え、どうなんその、まあ、海外で、まあ、しかもニューヨークという場所で脱出するっていうそのこの気持ち、まあ、ニューヨーク行けるかラッキーぐらいにしか思ってなかったですね。あ、で、そうね、まあ、MSG、まあ、ジョンソンスクエアガーデンも、うん、特に僕の中ではすごいところとも思ってなかったので、うん、もう全然分かんないかったので、で結果取った時に周りがすごいすごいっていう評価を受けるので、うん、結果ラッキーだなとは思いましたけど。ああ、そうなんや。そうそう、だからでもやっぱ海外の方が戦いやすいというか。戦いやすい、はい、え、それはなんで？やっぱ日本はこの間も村さんと喋ってたんですけど、やっぱ知ってる方たちが見てるので逆に力入って緊張してしまうとか、思い切っていいとこ見せてやろうみたいな感じにもなってしまうので、皆さんの前でやるのは嬉しいんですけど、海外の方がなんか気楽にというか、まあ、アウェーでも吹っ切れるというか、はいはい、でこの間チャンピオンになって、そのやっぱ海外の人の反応っていいの？おーがわーみたいになるの？あ、でも会場で出た時とかも、おチャンピオンコンジャクテーションみたいな感じですごい、あのアメリカ人はやっぱりすごい、そのご飯食べてても、お昨日お前試合やったやつだなみたいな感じとか、帰りの空港の警察官とかも、お昨日見たぞみたいな感じで、あ、そうなんや。海外の方の反応ってアメリカ人だからか分かんないですけど熱いですね。あ、それも気持ちいいですね、やっぱ勝った。いいよね、はい、いいです。はい、わあ、そういう感覚を味わってみたかったな一回ぐらいは。そうですね、なんでプラスアルファで日本でもそう海外取ってきたっていう、うん、そういう評価をしてもらうので、ね、なんかすごいやりがいもありますし、ね、やってきてよかったなっていう部分はすごい。だからさっきあのボクシングなんてって思ったんですけど、やっぱりその瞬間にボクシングはもうやってきてよかったっていうふうに思えた瞬間ではあります。はい、スピードと、まあ、あとやっぱ距離感も抜群やと思うし、あれはやっぱ拳法やってたのは関係してるのかなとは俺は勝手に思ってるけど、はいはいはい、なんか自分の長所は踏み込みですかね、やっぱ拳法の距離っていうか、うん、まあ、この距離から踏み込めるね。ボクシングってやっぱりちょっともう一歩ぐらい入った距離がボクシングの距離かなと思うんですけど、僕は基本この距離で戦うので、あ、拳法生きてる自分で思う、思います、はい。あ、そうなんや。だからその分踏み込んでしまうんで、頭がサースポーと当たるっていうのはやっぱもう仕方ないのかなって思う部分もありますね、うん、まあ、もうあと呼吸の問題なんであれですけど。俺が一番ボクサーですごいなって今思ってるのは渡辺二郎さん、はい、渡辺さんはやっぱ日本拳法出身 で、はい、絶対的な距離感と、うん、まあ、相手の力を利用する力もすごかったし、はい、だからやっぱ拳法やってる人ってそういうのがあるのかもしれないね、はい、ボクサーにはない。渡辺二郎さんのボクシングはしたいなと思うんですけど、まあ、右と左は違うんですけど、うん、僕もあの YouTube でしか知らないんですけど、一番強いなって思ったのは僕も渡辺さん。そうやな、俺もそうやね、はい、歴代ボクサーで一番強いのは、まあ、井上尚弥は今一番すごいと思うけど、それどけたらやっぱ渡辺、はい、いや、うん、そうやなっていうのは思ってますね、はい、ああそうなんやな。どう戦う、まず俺が。いや、なんで僕も正直言うとサスポはもう本当に嫌いじゃないので、あ、その部分は自信持って戦えるかなっていう部分です、ね、逆に得意、右よりサスポーの方がもういいですね、そうなんや。その倒さないは別なんですけど、うん、もうキャリアの3分の1ぐらいサスポートやってるんですけど、28戦やって9戦かな。で大事な試合だったりは全部サスポーで、あの日本大統領内藤選手がやってる。ああなるほどね。そういった部分でスパーリングもすごい積んでやってるので、なんかそんなに大丈夫。あ、大丈夫っていうのは勝てるの？いや、勝てるわけないじゃないですか。長谷川さんどう戦う？大川選手はやっぱさっきも言ったこの距離は得意だけど、接近戦はそんなまあ得意じゃないんですよ。だからまあこう、もう何やかんや言って近い距離になって思いっきりローブロー打って俺が痛がるんです。それを3回ぐらいやったら反則負けになるでしょ。そういうのを持っていくのずるくないですか。やってるのに自分が痛がるんです。でもレフリーが見えへんようにやるのは俺うまいんで。でもレフリーが見えへんようにやるのは俺うまいんで。
まあ、しゃあないの？でもいやもう、うん、勝てないです、勝てないですもうずるいです、勝てないですなんかこう最終目標みたいな。でもベルトはやっぱり日本統一したいなっていうのは、黒か緑かエンジが、あ、また違う色のね、はい、統一もしたいなって、最終はそこですね。なんでに、なるほどね、あと2回3回アピールできればチャンスはあるかなって思います。まあ今後そのベルトを統一することもそうやし、まあ日本でも試合をして日本人の人にももっともっと見てもらいたいなと、はい、まあ、防衛回数なのか複数階級かは分かんないですけど、はい、統一なのか、まあちょっとこうもっともっと上を目指してできるだけ長くやってほしいなと思ってます。ありがとうございます。あと奥様、お子様を大事にね、はい、幸せになるようにもっともっとお金を稼いでもらって、はい、いい家庭を築いてほしいなと思います。ありがとうございます。そうです。最後にじゃあ、見ていただいてるファンに向かって何か一言お願いします。いや本当にいいチャンピオンになろうと思うので、これからも応援よろしくお願いします。短っえ短っ。いやいや、もうちょっとなんかあれや、尺の問題があるかな。いや大丈夫、これ YouTube やから。あ、ですか。もうちょっとなんかいいやつ、もうちょっと、もうちょっとつけ出そう、つけ出そう。あ、じゃあもうせっかくやから奥さんもしかして見ていただけるかもしれないで、はい、いつも日頃のね、感謝を。あずさ、おー、あずさ、ええ名前っすね。愛してるよ。おお。ちょっと滑ってるじゃないですか、やめてもらって、じゃあやめてもらっていいですか。よっちゃん、リコーちゃん。はい、あ、じゃあ次、長谷川さんの愛してるいただいてもよろしいですか。あ、いいです、はい、僕もじゃあ言いますわ、はい、いいですか、はい、あずさ、あずさ、あ、じゃあ自分の嫁に、自分の嫁にはちょっと無理やわ、もうごめんごめん、小川選手の奥さんに愛してるよって言うのかなと思って、いや、ごめんごめん、やめてもらっていいですか。あ、ごめん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 コロやりたいね。コロ伊藤君誘ってやるよ。あ、伊藤は射程なんで、はい、射程されて。伊藤射程か、ええー、なー。これ見て絶対なんか連絡あれやろな。僕は射程じゃないって多分インスタに載せると思います。ちょっと今度ぜひ YouTube で伊藤君と。あ、ちょっと全然いいね。小川選手と俊介さんも。あ、山中君と、はいはい、あ、でゴルフ対決して罰ゲームちょっと決めて、あの伊藤とチームでお願いしますね。なんで弱いもん同士組まなかったね。いやいや、別に下手くそなんで。伊藤君一番下やから、はいはい、俺より下やから、うん、そうですね、はい、ちょっとそれをぜひお願いします、はい、すいません、お願いします。ありがとうございました。